ルヌガンガ、自定内観。ルヌガンガ、自定外観シーマ、マラカヤ寺院。1978年スリランカ、国会議事堂。1979年ヘリタンス、カンダラマ。1994年、ジェフリー・マニング・バワは、スリランカコロンボ出身の建築家。スリランカを代表する建築家で、トロピカルモダニズムの第一人者として、アジアンリゾートホテルなどを手掛けた。建築家。 ジェフリー・バワは、東南アジアの相帽を変えたと言っても、過言ではない。とはいえそれは額も微妙なため、今日では当然のことに見えるほどである。つまりバワは、近代建物をこの環境に合うよう仕立てたのである。それは、画期的に見えないにしても、この地域では誰も成し得なかったほどのことなのである。ジョン・サングリーン父親のベンジャミン・ウィリアム・バワは、 ムスリムと英国人の両親を持つ成功した弁護士で兄のベビスバワはランドスケープアーキテクトであった。コロンボのロイヤルカレッジで英語と法学を学んだ後、1938年にイギリスのケンブリッジ大学、セントキャサリンズカレッジで英文学を専攻、ロンドンのミドルテンプルでは法学を専攻した。大学卒業後に弁護士となり、1946年に 生論へと帰国すると、コロンボの法律事務所で働く。母親の死後、法律の仕事を離れ、東アジアからアメリカ合衆国、ヨーロッパを経て、最終的にイタリアに至るまで2年間の旅行の後、自分の理想郷を作ろうと、弁当他に土地を買った。しかし建築の知識に欠けていたことから、イギリスの a 英スクールへと、再び留学し、1956年にディプロマを得て、 正論に帰国、1958年にコロンボのエドワード、レード・アンドベック事務所のパートナーとなる。翌年には、デンマークの建築家、ウルリク・ペルスナーがこの事務所に加わり、バワとペルスナーは、共同して、時として、トロピカル・モダニズムと呼ばれる、独特のスタイルを持った建物を設計していく。彼が弁当他に作り上げた、理想郷は、 ルヌガンガと呼ばれ、現在はホテルがそばに立っているほか、彼の墓も小高い丘の上にある。弁当た工外には、ベビスバワが手掛けたニワブリーフガーデンがある。晩年は、脳卒中により倒れ、下半身が不自由となったために、車椅子で生活していた。兄のベビスともどもジェフリーは、正論を美と観能と逃避の理想郷とするという考えに惹かれた、洗練された。 同性愛者の世界にいた。タブロベエンジまでのカウントド・マウニー同様、彼らの作品に多くある昇白は、個人的なアルカディア創造の欲望にある。バワの建築は、土地と共にあり、内部と外部が、シームレスに連続し、そしてその居住者の快楽が最高に達するように、設計されている。セーロンの伝統建築や、植民地建築や、 またそれらにおける水の役割に影響されてはいるが、植民地主義の考えやあらかじめある形態を敷地に強要することは拒否する。バワは1960年にスリランカ建築家協会会員となり、プレスナーは1967年に正論を去る。絵など、シルバ、バーバラ3層に、ラキセナ々焼けといった志を同じくする。 芸術家やデザイナーとの緊密な交流は結果として、その地に根ざした素材や技術への新たな覚醒を促し、ポストコロニアルな文化ルネサンスをもたらした。ありがとうございます。